皆さんこんにちは、あやです。皆さんは着物を購入した動画をもうご覧になってくださいましたか？初めての着物として振袖を着てから数ヶ月経ちましたが、それから少しずつ着物について、勉強して知識が豊富になった気がします。振袖の動画にはたくさんのコメントを残していただきましてありがとうございます。皆様のおかげで、伝統服民族衣装の価値を改めて、教えていただきました。その中、ロシアの民族衣装について知りたいっていう方がいらっしゃいましたので、今回は、ロシアの民族衣装について少しお話ししたいと思います。まあもちろんこのチャンネルは海外文化発信もありますので、今回は、ロシアの民族衣装について少しお話ししましょう。前半はロシア民族衣装の種類について、後半は現在のロシアにおける民族衣装について、そして日本の友人に話を聞いて驚いたことについて話しましょう。日本での着物は現在もお祝い事や式典の際に多くの方が着られますよね。ですがロシア民族衣装は舞台やロシアのお祭りでしか使われていません。つまり衣装としての認識は強いです。この衣装を着て街を歩いてる人を見かけると、どっかで映画撮影が行われてるかなと思います。今は本当にステージでしか着ませんが、昔のスラブ人はそれしか着ませんでした。実際に着る服だけではなく、アクセサリーや靴、帽子まで決まっていました。さてそれはどんな衣装や装飾品か紹介する前に、まず一つ、昔は各地域によってロシアの民族衣装も違いました。基本的に北と南で分かれてました。ロシアの民族衣装でかなりの種類がありますが、今回はその中で特に目を引くものを紹介します。まずは女性民族衣装サラファンと装飾品カコシニクについて。サラファン、特に式典用にはたくさんの飾りや枚数があったので、とっても重かったそうです。若い女性たちのサラファンは赤色かレッドワイン色でしたけど、お年寄りの女性は濃い青か黒のサラファンを着ていました。貴族の女性たちは普段3枚重ねて着ていました。それはどうしてかというと、1枚だけを着るとそれは下着だけを着てるのように認識されたからです。なので貴族女性の服は全部合わせて15キロ20キロぐらいでした。ココシニクの形や大きさは地域によって分かれてました。ココシニクは女性職人さんに作られてとっても高いものだったので、大切に保管されていて、親から子供へ引き継がれていくものでした。ココシニクは式典のみで使われていました。未婚女性も既婚女性も普通に使っていました。ちなみに貴族の女性たちは冬にファーコートを着ていましたが、ファーコートの袖は長くてぶら下がっていました。振袖と全く同じ感じです。そして男性の衣装ルバシカや、装飾品ウシャンカについてです。ルバシカは男性のメイン衣装でしたが、一般民衆のルバシカは上着として使われていて、貴族の男性は下着として使っていました。民衆のルバシカは麻もしくは綿で作られていましたが、貴族のルバシカにはシルクが使われていました。ウシャンカは冬に使われていた男性用帽子です。ウシャンカには耳がついていて、ロシア語では耳は牛と言いますので、そのままウシャンカになっています。ウシャンカはとっても暖かい帽子で、耳、首、顎を冷たい風から守っていました。また日本の着物のようにロシア民族衣装も日常服や礼装に着るもので分かれていました。そしてロシアの民族衣装の特徴は上に着る服がたくさんありました。もちろんステータスによって素材も異なりましたが、基本的にファッション的には全て同じものでした。貴族の衣装には高い生地が使われていて、服の絵柄に金、銀、
パールなどが使われていました。こういった高価なものは基本親から子供へ引き継いで着られたものです。着物も所有している方は基本親子で引き継いで着られますよね。振袖動画のコメントでたくさんの方が教えてくださいました。実際に身につけるものを大切に引き継ぐことは世代を超え贈り物をいただくような感覚になります。これは人間が共通して感じられる素晴らしい感情の一つだと撮影準備をしながら分かりました。少し話が逸れてしまいましたが、つまりロシア民族衣装は地域によって異なりまして、性別でも異なりました。そしてさらに女性の民族衣装は年齢でも分かれていました。子供服や未婚女性の服、結婚女性の服やお年寄りの女性の服で分かれていましたが、男性の民族衣装にはそういう年齢的な分かれ方がありませんでした。装飾品もいろいろと種類があります。男性はステータスによって帽子が違いましたが、女性はステータスだけではなく、未婚か既婚によっても違いました。女性もの種類が多いですね。着物も女性のもの多くありますが、男性はそこまで多くない気がします。どうなんでしょう、調べてみますが、もし詳しい方がいらっしゃいましたらぜひコメントで教えてください。本当はもっと詳しく話しするべきですが、調べてわかるものは皆さんの好奇心にお任せしましょうか。ここからはロシアの民族衣装について日本の友人に聞いたイメージや現代ロシアにおける民族衣装についてお話ししましょう。現在のロシアで日常生活中に見る民族衣装といったら現代風にアレンジされたデザイナー服ぐらいです。日本でも着物を少しパンクにしたドレスや着物の柄をイメージさせる古典的な洋服が存在しますよね。そういったイメージで一般の人が着るには目立ちますが、普通の民族衣装よりそういったものが流通しています。正直現代のロシア人にとっては民族衣装は馴染みのものではないんですよ。動画の初めに話したように、着てる人を見かけたら何かの撮影があるんだと思うほどなので、私は当然海外の方はロシア民族衣装はどんなものなのか知らないだろうなと思っていました。しかし日本人の友人はテレビで見かけるからロシアはその服のイメージだよと言ってました。なんとびっくり。ロシアの民族衣装を着るにはその衣装を着るステージに立つことが必要ですから、私は残念ながら着たことはありません。それなのにロシアのイメージは民族衣装だと聞いて驚きました。でも海外から見たら民族衣装はその国の特徴ですから、そのぐらいの知名度があっても不思議ではないですね。そういえば私が初めて着物を着た時に、ロシアに住んでる友人が日本にいればほとんど毎日いつでも簡単に着物を着れるんじゃないのと質問してきました。その友人は日本の方は今も基本着物を着てるっていうイメージを持ってるみたいんですよ。とっても面白いですね。でもそれだけの民族衣装が各国の特徴となり世界で認識されていると考えると、衣類に関する歴史文化は本当に奥が深く、数分の動画では到底語り尽くせません。この動画で皆さんは何か新しいことを知るきっかけであれば私はとっても嬉しいです。その他にも何か話してほしいものや取り上げてほしいものがあればぜひコメントにて教えてください。そしてチャンネル登録もお願いいたします。ではバイバーイ。